皆さんこんばんは、ななみです。今日は、ずっと気になっていたフェイスパウダー比較をやっていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで早速なんですけど、今回何と何を比較するかと言いますと、こちらミラノコレクションのフェイスアップパウダー2021とコスメデコルテのフェイスパウダー00です。今回この2つを比較してどんな感じで違うのかっていうのを見ていきたいと思います。まず今回のこのミラノコレクション、今年はこういう薄いタイプの方で、来年は多分また分厚いものに戻ると思うんですけど、なんかこっちの方がね明らかに持ち運びができるので、私はこっちの薄いタイプが出た時に買うのがいいのかなと思ってるんですけど、こんな感じで中にエンジェルのマークというか形になっています。こすり粉の方はね鏡とかがなくて、まあこの一旦ここに出してから使うような形になってますね。はい、で今回なんですけど、どっちもパフがついているものになるので、専用のパフを使った方がそのコスメを最大限に活かせるかなと思って、今回パフで比較してみています。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。はい、じゃあミラノコレクションの方をこっちの方に塗って、コスメデコルテの方をこっちに塗っていきたいと思います。このパフが全然違くて、まあ、これはそんなに厚みもなくて、でもなんかこうモフモフしてるような感じです。でこっちのコスデコはすごく厚みがあって、なんかもうふかふかモフモフっていう感じの違いがもうここの時点であるかなと思います。一旦こんな感じで馴染ませてから使いたいと思います。ポンポンポンと置いていく感じで、半分に塗っていきます。でなんかいつもだったら塗りやすい部分だけとかそういう感じで塗ってるんですけど、今日は全部に塗ります。ここも忘れないようにしないと目のこのくぼみのところですね。はい、今半分だけ塗り終えました。こんな感じです。もうね、塗った後のサラサラ感、あれだよね、マシュマロフレンチパウダーとかもそうだと思うんですけど、なんかこうスーって、もうなんか何も塗ってないみたいな、赤ちゃん肌みたいな感じになります。もうサラサラだから、顔面を例えばスッて触られることがあったとしても大丈夫っていう感じですね。はい、こんな感じです。今引きで見てるので、このこっちのね何も塗ってない方の方が、まあ確かにツヤ感ってものはあるかなと思います。はい、じゃあこっちもう半分コスメコ使う分出してから、馴染ませて塗っていきたいと思います。で粉の色味がねちょっとピンクっぽくなってます。こっちはこれも同様、こんな感じでもみもみしてから、はい、馴染ませてから使います。ちなみにね、今日塗ってるファンデーションはランコムです。ランコムのターンイドルウルトラウェアリキッドです。この置いてる時の感覚としては、こっちの方がちょっと厚みがあるので、ちょっとこう距離感がある分、なんか、あ、押せてるのかなみたいな感じにはちょっと感じちゃいますね。で、あとほら、細かいところ、目の下、くぼみ、鼻の周りですね。はい、今塗りました。どうでしょうか？私なんか今塗って思ったのは、この引きで見ると結構わかるかなと思うんですけど、コスデコの方が少々明るめな肌に仕上がる感じがしますね。ミラコレの方は少しだけなんですけど、色味のトーンがこう肌色っぽいような感じになってるかなって思います。アップで見てみても、ここがすごい違うみたいなのは、もう色かなと思いますね。こっちの方がちょっと肌色っぽい感じ、まあすごく下がったってわけではないんですけど、単純にこう自分の肌の色にこう近いような感じになってくれてる感じで、こっちはなんか本当にファンデーションの邪魔をしないような感じで少しトーンアップしてくれてるのかなって感じがしました。仕上がりの感じっていうものに関してはなんかこっちの方がすごい
スル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 滑るような感じで、こっちはなんかモフモフしたような感じだけど、触った時にこっちの方がすごく肌に近い感じがします。距離が、うん、こっちは何かこう塗っている一膜あるような感じなんだけど、サラサラしているっていう感じがします。人それぞれ感じ方は違うかもしれないんですけど、今とりあえず塗ってみて、こっちの方が重いだとか、こっちの方が顔がちょっとこうこわばるみたいな感じだったりとか、シワをすごくこう食べてしまうような感じの、そういう風なのは感じてません。はい、じゃあこれから時間を置いて見ていきたいと思います。はい、ということで今8時間というかもう9時間ぐらい経っちゃったんですけど、見ていきたいと思います。髪結ぶわ。はい、じゃあ見ていきましょう。さっき言ってたのがこっちがミラノコレクションで、こっちが、コスメデコルテになっています。はい、どうでしょうか。一番わかりやすいここから写していきます。では鼻を見ていきましょう。今カメラ上ではそんなに分かんないかもしれないんですけど、結構大きな違いが出てるところがあって、肉眼で見て綺麗なのはこっちのミラコレですね。何が違うかっていうと、同じ時間マスクをしないで過ごしてたはずなんですけど、こっちの方がなんかこう近くで見るとワシャワシャワシャみたいな感じで、全部のこのなんか肌のシワにめっちゃ細かくて、全然そんなの分かんないよっていうレベルではあるんですけど、本当に比べてしまうとこっちの方が若干ちょっとそれが分かりやすいかなと思います。でミラコレの方はめちゃめちゃ綺麗で、もうなんか塗った時のまんまっていう感じの、もう何も割れてない状態で密着しています。どうかここがねすごい分かりやすいんですよ。あーでもカメラだと分かんないな。でも本当にここの違いが明らかに分かります。うん、あでもよかった。なんか私フェイスパウダー比較ってそんなに差が出ないんじゃないかなと思ってたんですけど、今回に関しては結構出てると思います。ただその皮脂がどっちかの方がすごい出てるとかっていうのは、ちょっと私のその肌質が乾燥肌なのでちょっとどっちも分かりにくいっていうのがあれなんですけど、うん、すごく綺麗で、この鼻周りとかの油っぽさってものは全然ないと思います。なんかね、こっちの方がね、つけた時は、その、なんていうの、もしかしたらすごく良かったりするのかなって思ったんだけど、こっちの方が一膜貼った、うん、塗った感じはあったはずなのに、しっかり密着してくれてて、全然こう、崩れてないっていうことが分かりました。素晴らしい。まあ、どっちも本当にすごく良くて、9時間経ってこんな感じなので、コスメデコルテが悪いっていうわけでは全然ないと思うんですけど、ただ、比較した時に、その、シワというかその全部の肌のこのキメのところにパウダーがなんか乗ってるっていう感じが出てるのが、うん、コスデコでした。こっちは綺麗なまま維持できてるなっていう結果でした。はい、ということで今回はフェイスパウダーの比較をやってみました。今日の感じのこの結果を見て、もしねこの2つどっちかで悩んでるとか、フェイスパウダーこのコスメデコルテが気になってたとかっていう方がいれば、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。